春の叙勲及び褒章の受賞者に対する伝達式が県庁で行われました。今年もコロナ禍の影響で同伴者なしの式典となりました。県庁で行われた伝達式には、県内で勲章褒章を受賞した88人のうち、総務省、厚生労働省、消防庁関係の受賞者44人が 晴れやかな表情で出席しました式典では勲章受賞者に勲記と勲章が奉章受賞者には賞記と奉章が川勝知事から手渡されました川勝知事は公共の福祉のために尽くされた偉大な功績に県民を代表して敬意を表しますと祝辞を述べました